ちょっと失礼じゃないですか、犬の人。犬地声をしてみせろ。あはは、王様肉球プニプニ。王様かわいい。いつもこんな顔してるでしょ。こんな綺麗な服着せてもらえるんだね、最初さん。当然であろうが、仮にもニエは王の一部となるのだ。一辺の汚れもなんか花嫁みたい。ケちゃんのプちゃん似合う。サリ似合う。話を聞けと言っておろうが。サリほら見て、ベッドもファンシー。私にそんな趣味はないと言ったはずだが。それに王様は花っていうより、その花に泊まるクマバチの方だよね。クマ。それにまん丸モフモフなところも似てるよ。え、でもお客様をおもてなししたりとか、挨拶だってこんなに考えてきたのに。余計な気を回さんでいい。ごめんなさい王様、大丈夫。王宮のあるこの首都カランブルはまさにその中心。様々な種族が各地から集まり、多様な文化を聞いているのか貴様。 あれどこ読んでたんだっけ。でも一気に詰め込みすぎて混乱。所詮人間ごときに我々魔族の崇高な歴史など理解できない。王のご命令で仕方なく教鞭を取ったが、これ以上は時間の無駄だ。私は仕事に戻る。最小さんのお仕事って何？最小は最小だ。王のご政務の補佐をするのが私の役目。王はとてトラブルを起こさないことと、暗くなる前に帰ること。隣町に使いにあったアヌビスが戻る前に帰らねば。またあの行動を聞かねばならぬからな。王様でも最小さんのお小言は苦手なんだ。